安藤博士は、日本の政治家、税理士、自由民主党所属の衆議院議員、元復興政務官兼内閣府政務官、自由民主党政務調査会内閣、第二部会部会長代理、神奈川県生まれ、横浜市立高田小学校、慶応義塾普通部、慶応義塾高等学校卒業、1987年、慶応義塾大学経済学部卒業後、 相模鉄道株式会社入社。1995年、税理士を目指し税理士事務所に転職。1997年12月、税理士試験合格。1998年、税理士事務所を開設して独立する。2011年、稼ぐ社長の経理力を出版。2012年、第46回衆議院議員総選挙で、京都6区に自由民主党から出馬。 民主党で国会対策委員長の山井和則に敗れたが、比例近畿ブロックで復活し初当選。2014年、第47回衆議院議員総選挙で再び、京都ロックで山野井に敗れるが、比例復活で再選。2017年4月12日、日本の未来を考える勉強会を立ち上げ、第1回勉強会を主催。2017年5月、麻生派。 三党派と合流する新派閥に参加するため、佐藤勤が設立した新グループ、天元会に参加し、それまで参加していた、有林会を離脱。その後、新派閥試行会に参加。同年10月の、第48回衆議院議員総選挙で、希望の党に移った山井との戦いを制し、京都6区で当選。2018年10月、第4次、安倍改造内閣で、 内閣府政務官県復興政務官に就任。2019年、自由民主党政務調査会総務、部会部会長代理に就任。2020年2月26日、日本の未来を考える勉強会を議員連盟にし、会長に就任した。2021年6月20日、現職議員である安藤を自民党京都府連が、次期衆院選で支援しない旨を通告をした。 安藤は立候補しない意向不連幹部に伝えた。同年6月24日、安藤は京都六市部長の辞表を東不連に提出し、受理された。6月26日、安藤は自身の YouTube チャンネルに3分間弱の動画を投稿。あえらが報道した女性問題の記事を否定する内容で、詳細はまた追って報告するとした。6月27日、東不連は 宇治市内で緊急会合を開き、公認の候補者は公募せず、西田正司に一任した。同年7月1日、安藤は自民党京都府連から次の衆議院議員選挙での応援はできないと通告を受けて京都6区からの出馬を断念したことを安藤自身の YouTube チャンネルで伝えた。動画内では政治活動を続ける意思があることを語った。7月2日、西田は 元衆議院議員の清水光一郎を公認に選出した。7月4日、安藤は初めて正式にマスコミの取材に応じた。2014衆院選毎日新聞候補者アンケートによると2017年の衆院選アンケートによると、その他、ありがとうございます。